皆さんこんにちはコンピュータサイエンス入門のテーマ1を始めましょうこのテーマ1では計算とは何かということを知るということを目標にしていますただ知るだけではなくて実際に実感してもらうために演習問題実習問題を2つ用意いたしましたその実習問題をやりながら計算とか何かというのを知ってもらいたいと思いますまずこのビデオではその。 伝えたいこと、コンピュータサイエンスということで伝えたいことをちょっとご紹介したいと思います。このコンピュータサイエンス入門全体でお伝えしたいことは、概要でも申し上げたように、すべては計算であるというコンピュータサイエンスの心を伝えたいと思っています。すべては計算であるっていうのはどういうことか。 っていう前にまずそもそも計算とは何かというのを我々知らないといけないのでそれを議論するのがこのテーマ1です、えー、まあ計算いろいろあると思います、えー、例えば四足、えー、演算あるいは、えー、2つの数の最大公約数を求める、えー、さらには因数分解、えー、そういうなものは、えー、普段から計算というふうに考えられていますけれどもコンピュータサイエンスでは例えば 大型旅客機の設計図を作成するあるいは遺伝子を解析するあるいは銀行の ATM を制御するそういうことも計算というふうに見なしていますさらに言うならば例えば木の成長あるいは脳の形成こういう過程もすべて計算で表すことができるというのがコンピュータサイエンスの考え方です ではそもそも計算とは何だろうという話になると思いますそれを議論するのがこのテーマの目標ですより具体的には計算の対象となるデータのお話それをまずしますそれに引き続いて計算の基本要素とは何か計算のまあ原子にあたるも,の,もの,の物質で言えば原子にあたるものは何かというのを議論していきたいと思います